竹内電機です。炊き込み1日目楽しんでますか？2日目です。2日目でした。2日目楽しんでますか？ちなみに竹内電機っていうバンド知ってる人いますか？あんまりいないですね。この竹内電機っていうバンドは僕が何回生の頃か忘れたけど、先輩がやってるのを見て初めてそこで聴いてかっこいいなと思ったバンドです。竹内電機は竹内電機何がちょっと面白いことがあって、こうギター場の人の顔がめっちゃ面白いんですよ。面白いって言ったら失礼ですけど、ちょっと何か癖がある顔でもめっちゃいい声っていうところに僕は惹かれて共感して、フランプールとかニコタッチーザオールとか僕やるときちょっとなんかイケメンの人やるんで僕ちょっと億劫になるんですよ。イケメンボーカルのやるときはちょっとごめんなさいファンの方みたいな感じなんですけど、こう竹内電機はちょっと顔のベクトル同じぐらいだと思ってるんで、すごいやりやすくて楽しいバンドです。僕らも楽しく演奏していくので、みんなも一緒に楽しんでくれたら嬉しいです。お願いします。次の曲で最後です。みんな楽しんで帰りましょう。